ブランディングガメは、爬波中高亀目沼ガメかブランディングガメ属に分類されるカメ。本種のみでブランディングガメ属を構成する。アメリカ合衆国、カナダ模式標本の産地は、フォックス川。最大高長28.4センチメートルと、沼ガメ赤最大種。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大高長21.4センチメートル。 廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると細長く大7から8円間板で、最も幅が広い。廃坑の表面に筋状の盛り上がりがなく、成長輪も不明瞭。円間板の外縁は尖らない。廃坑の色彩は黒く、不規則あるいは放射状に、黄色や単鉱褐色の反紋が入る。廃校と復興が間板ではながらず人体で、ながるため、 液化甲板や素形甲板がない。復興には調子害があるが、可動性には個体差があり、復興を折り曲げて甲羅に隙間なく蓋をすることができる個体もいる一方で、復興を折り曲げることができない個体もいる。復興の色彩は、黄色や単鉱褐色で、甲板ごとに暗色斑が入る。頭部は中型からやや大型で、扁平。目は大型で、 やや背面よりに一し突出する。噴炭は突出せず、上顎の先端は凹む。頸部は非常に長く、頭部と頸部を合わせた長さが復興の直線距離とほぼ等しい。獅子はやや長く、指跡の間には水かきが発達する。頭部や頸部、獅子、お背面の色彩は倉場や青色や黒で、黄色や炭鉱褐色の不規則もしくは無色以上の反紋が入る。 この半分は、老齢個体では、肺高の明色肺と共に消失することもある。下顎や喉の色彩は黄色。卵は、長径2.8から4 1トル、短径1.8から2 6トルで、硬い殻で覆われる。孵化直後の幼体は、C パンにあまり発達しないキールがあり、肺高や頭部の明色肺がないか、不明瞭。オスの生態は、 復興の中央部より後方が浅くへこむ。尾は太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出口全体が、廃校の外縁よりも外側にある。上顎を覆う角質の色彩が、高褐色で、暗色の筋模様が入る。メスは、復興の中央部より後方がへこまないか、わずかに盛り上がる。尾は、より細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、 総配説口の一部が、廃坑の外縁よりも内側にある。上顎のくちばしの色彩が、ミンキー色。俗名、イミドイディアは、ミスに似たのい。種商名ブランディンジャイは、記載前の本種を観察して学会に発表した、ウィリアムブランディングへの懸命。頭部や長い頸部などの形態から、アミメガメ属に禁煙とする説もあったが、系統は遠く漁師とも頸部を伸ばす捕食行動に、 特化した修練と考えられている。形態やミトコンドリアのシトクロム B やリボソーム、RNA などの分子系統学的解析から、ブチイシュガメ属やヨーロッパヌマガメ属と単系統群を形成すると推定されている。本種をヨーロッパヌマガメ属に含める説もあるが、各属の異が大きく識別形態も明瞭であるため、独立した属とする説が有力。 湿潤大陸性気候の地域にある小型火星や故障、池、水たまり、湿原、湿性草原などに生息する。水質が弱酸性から弱アルカリ性で不栄養質、低質は堆積した、有機質で水深が浅く水性植物の繁茂した、澄んだ水場を好むが、ノバスコシア州の個体群のみ水質が酸性で貧、栄養質の出現を好む。中高生で、夜間になると、 陸上や水中で休む。火器は夜行性傾向が強くなる。移動性が非常に強く、同じ水場内を盛んに移動する。一方で複数の水場を移動することも多く、1キロメートル以上の距離がある。別の水場へ移動することもある。3から5月に水温摂氏19度以上になると活動し、9から12月まで活動する。7から8月に 気温18摂氏33度に達する環境下では陸上の茂みや水中の低湿の中で数日間だけ休眠する。植生は動物食傾向の強い雑食で昆虫、甲殻類、巻貝、関係動物、魚類、両生類やその幼生などを食べる。獲物に忍び寄り、頸部を素早く伸ばして捕食する。繁殖形態は卵生。3から11月に オスがメスを皆底に押し付けて、交尾を迫る。5から7月に1回に3から22個の卵を年に1回だけ、産む。卵は73から112日で孵化する。発生時の温度により、性別が決定し、22.5摂氏26度では、ほとんどオス、30摂氏31度では、メスのみが生まれる。多くの幼体は9月に地表に現れるが、そのまま地中で越冬し、 翌春日表に現れる個体もいる。オスは復興の直線距離17から1 9センチメートルメスは復興長15から2 1センチメートルで生成熟する。開発による生息地の破壊、灌害による水低下、水質汚染、交通事故、ペット用の乱獲などにより生息数は減少している。生息地では 州で法的に保護の対象とされ採集や輸出、飼育が規制されているが、密漁されることもある。2013年にワシントン条約附属書通に掲載された。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されていた。以前は野生個体が不定期に流通していた。1980年代以降期からアメリカ合衆国産の飼育か繁殖個体が少数。 流通するようになり、ヨーロッパ産の飼育か繁殖個体も流通していた。日本国内での飼育か繁殖個体も流通する。容体は高温に弱く、摂氏30度以上の状態が続くと死ぬ個体が多い。体幹性が強く冬眠している、水場のみなそこまで完全凍結するような環境で、なければ日本では多くの地域で屋外飼育させることも可能。個体によっては、 生餌を好み餌付きにくいが、飼育下では死んだ餌や、配合飼料、乾燥飼料などにも餌付く。発情したオスは非常に凶暴で、オス同士では殺し合いになるほど争ったり、メスに対して激しく交尾を迫り殺してしまうこともある。そのため基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。